ワンピースウルストロングワールドで最後に金獅子の式を倒したのがゴムゴムのギガントトールアックスっていう技なんですよね。要するにトールアックスは斧なんだよね。ゴムゴムの斧の進化版、それをさらに進化させた技が用いられるんじゃないかって。リリーがこの後どういう行動を起こすのか、モルガンズとワポルと一緒にいるって。ワポルっていうのがなんかね、ギャグでよく描かれていくキャラなんで、なんかそのシリアスなシーンにいると違和感があるんだけど。ビビに利用されたのかな。助けを求められて自分に得がないとワポルって動かなそうだしね。ビビのこの後の行動を考えたりすんのも楽しいっすけどね。で、ビビっていうのは国のことを一番に考える王女じゃないですか。そのためには自分の命がどうなっても構わないとか、一人たりとも死んでほしくないみたいなね。まあ、アラバスタ編を思い出すだけで涙腺がやばいっすけども。そんな中、ビビはこの後どういう行動をしていくか、そんな性質を持ったビビは、みたいなね。国のために動くんでしょうけど、アラバスタに帰る、この世界の根本的な問題に立ち向かおうとすんのかな。ビビはコブラを殺されて、アラバスタが安全なように動くというよりは、この世界の問題点を解決しなきゃアラバスタに真の平和なんて訪れないみたいな、なんかそんな考え方になるのか。ビビの性格考えたらじっとしている子じゃないもんね、あれね。だから何かしらアグレッシブに動いていくんじゃないか。あるかな、麦わらの一味にビビが入る感じ。入ったら全員嬉しいんですけどね。まあ、ビビが出たのが20年前とか、18年前とかかな。20歳で読んだらもう40歳になってんすよね。20歳で読んだ人は。まあ、嬉しいんですけどね。20年前別れた仲間だって言って感動したあの仲間が20年を時を超えて、あのところを感動した、涙したビビが、仲間になるっていうことなんでしょう。受け入れるのはもちろん受け入れられるけど。バトルの締めの攻撃に込められた小田先生の意図みたいなのをね、ちょっと考えていったんですけど、まあこの上から下に叩きつけるっていうのが、まあかなり重要なのかなっていうね。まずアーロンだよね。あの測量室からゴムゴムの斧でアーロンパークごと最上階から地面に叩きつけていったと。ドフラミンゴが、まあキングコングガンで上空から地面にそれも叩きつけた。カイドウもバジラングガンで上空から地面に叩きつけたと。で、この3人に共通しているのが、もうもろに支配していたキャラクターなんですよね。アラバスタのクロコダイルとかも、まあ支配をしてたんですけど、まあ支配しようとしてて、それをその前に阻止したみたいな話なんでね。実際にもう支配してたのがこのアーロン、ドフラミンゴ、カイドウ、上から下に、それぞれこのボスたちは叩きつけられていると。多分意図的に書いてる可能性あるんじゃないかみたいなのあるよね。上から下に支配者を落とすみたいな図式を小田先生がまあ意図して描いている可能性がこう高いんじゃないかみたいなね。ルッチはガトリングガンで連打で、逆にエネルだけがね、ちょっとエネルはめっちゃ支配してたのに黄金ライフルで叩きつけてないけど、でもその次の週に倒した後のエネルは地面に向けて落下はしてるんですけど、まあ、この辺がちょっと苦しいのかな。法則って断言するには苦しいけど、法則とまではいかないけど、小田先生の意識の中で、無意識なのか意識的なのかわかんないですけど、上から下に権力を持っている支配してるやつを叩き落とすっていう構図はまあ描かれてるんじゃないかみたいなね。まあ、でこれで俺が言いたいのは、その傾向がまあとにかくあると、思いっきり支配しているやつを最後に締めの大技で上から下に叩きつけるっていうのは、つまり最終回マリージョアが上空にあることで、最後の技、ルフィの最後の技とかはとやっぱり叩きつける原因になるんじゃないかって思うみたいな。で、ドフラミンゴを落としたゴムゴムのキングコングガンが、その上位技のバジュラングガンにスケールアップというか段階が上がったって考えると、マリージョはレッドライン、魚人島もろとも崩壊させる最後の攻撃をルフィが放つと思ってるんですが、で、それもまあだから上から下の構図にはなるんですけど、で、それがアーロン編でアーロンを倒したゴムゴムの斧の最強版、ゴムゴムの斧の最強版がワンピースの最後の大技、ルフィが放つ最後の技で、それが小田先生が初めてプロデューサーを担当したワンピースフィルムストロングワールドで最後に金獅子の式を倒したのがゴムゴムのギガントトールアックスっていう技なんですよね。で、雷をまとったルフィの、要するにトールアックスなんで斧なんだよね。ゴムゴムの斧の進化版、それをさらに進化させた技が用いられるんじゃないかって考察をしてたんですけど、そこに技の名前みたいなのは予想してなかったんですよね。そんな感じになるんじゃないか。で、雷って言ったらまあクルトンとかだと考察その時にはしていってる
るんで、プルトンの攻撃とルフィのゴムゴムの斧の最上位版の合体技みたいなので、ギガントトールアックスよりもさらにでかい規模の超ドデカ斧みたいなので、マリージョはレッドライン巨人島まで全部滅ぼす一撃になるんじゃないかみたいな。でこれの技名を予想することができるのかなみたいなね。キングコングガンからバジュラングガンのことを考えると、まあ神話とかですよね、インド神話のバジュラングガンだったんですけど、斧で言って、で神話上で有名な斧って言ったら、まあこれも俺も完璧に脳にあったわけではないですけど、調べていくと、そのギリシャ神話に登場する雷神の斧ラブリュスっていうのがあるんですよね。ラブリュスで、ラブリュスっていうのはギリシャ神話上でゼウスが持つ雷神の斧で、ゼウスといえば雲を掴んで投げる神様でございますんで、まあニカとのこう共鳴性というかね、一致度はかなり高いと。で言ったらやっぱりゴムゴムのラブリュスアックスみたいなのかね。ゴムゴムの斧、ゴムゴムのギガントトールアックス、ゴムゴムのラブリュスアックスみたいな。どんどん技の名前が中二病どんどん技の名前が中二病っぽくなってきてるけど、バジュラングガンとかね、めちゃめちゃかっこいいなんかバンドの曲みたいになってるけどもしかしたらここにプルトンの攻撃も複合されるかもしれないっていうね。でゴムゴムのラブリュスアックスで、マリージョはレッドライン巨人島が崩壊する。でそこが4つの海が繋がるから、そこがオールブルーになる。ゴムゴムの技でジェット〇〇とかロケットとか、ワンピースの世界に存在しなそうな名前を技にしてるの気になってました。これツイッターかな、なるほどなと思ったのが、ゴムゴムの何にしようかながあったじゃん、1046話でさ。ルフィが考えてたの、やっぱりゴムゴムのなんとかみたいな。でそれで言ったらルフィ意外と博識じゃねえみたいなね。ヒュドラを知ってないとヒュドラ出ないし、意外と神話とかにも詳しいんだなルフィみたいなね神話とか昔の幻獣とか、意外とルフィらしからぬ知識の深さがね、神話上の幻獣師とかを知ってんのみたいな、本とかも読まなそうな雰囲気なの。ヒュドラはマゼランが言ってたから、ああなるほど、それで論破できるね、確かに。ただこのジェットとかロケットって子供っぽい感じもちょっとあるんで、絵本的なものでなんか見たことがあるのか、ルフィが子供の頃とかに、なんかそれでも良さそうな感じするんですけどね、ジェットとかロケットとかに関しては。大作さん500円ありがとうございます。こんばんは先生。最終決戦の時に魚人島を解放するための場面で少し角度の違う空想しています。まだアニメのみの空想なのですが、サボが物には核があると言って地中深く壊すんです。ありましたね。プルトンではなく、サボとルフィが核に技を合わせて魚人島解放につなげる攻撃をする姿を思い浮かべています。もっちー先生、これはゼロかな。いやこれも、いやかなり意味深な描写。しかもあのシーンってコリーダコロシアムでサボが、まあ、メラメラの実を取って、でその後会場を壊すみたいな。で会場を壊した下にはシュガーにおもちゃにされていた奴らがうわっていて、でシュガー気絶させてよっしゃみたいなところだったんだよね。よっしゃウソップみたいなところで、でそれと同時に壁が壊れて日の光が差し込むような形 でハイルディンがウソップをこうやって掲げて、これが俺たちを解放してくれた勇敢なる戦士だみたいな、ゴッドウソップっていうのがまあそこでつくんですけど、この一連の流れ、上が壊れてこう神が巨人に崇められるみたいなのって、なんか暗示にしか思えねえぐらいのレベルあるじゃん。その立地もそうだし、そこで神っていうワードが出てくるのとか、記憶から消されていた者たちがウソップの活躍によって解放されて、全てが記憶が取り戻されるというかね、全員のっていうところで言うと、このサボのね、流送剣みたいな核があるみたいなところからの流れなんで、この一連のこれがワンピースの最終決戦とかその辺にかかっていったら、リンクしていったらかなり熱いところなんで、もっちー先生的にはゼロかなっておっしゃってましたけど、全然ゼロじゃないというか、ね、ワンピース圧倒的な悪者がいないから、空白の100年を知ることですげえ悪いやつが出てくるんだろうな。まあ、圧倒的な悪者はだから天竜人とかだよね。あとはアーロン、まあ、アーロンも圧倒的ではないが、一応迫害は受けてるし、あとまあネズミ大佐、あいつだよね、あいつとか、あとあれかスパンダムとかね、スパンダインとか、圧倒的な悪者はまあまあ描かれてますけど、空白の100年でもっと悪いやつが出てくるのは確かにおかしくないけど、小田先生の描き方として元の元はそれこそドフラミンゴの悪ってさ、理由があっての悪なんだけど、理由がない純粋な悪みたいなのって親の七光的に描かれるよね。
ほんと、一番悪いやつというか、うわ、救いようのね、役だなって思う、シャルロッセとかさ、天竜人のやつらとかも、なんか親の七光みたいな感じで描かれていく。で、五老星は、ほんとなくとして描かれるんだろうけど、なんか理由があってそうなってそうな感じするしな。圧倒的な悪者。それで言ったら俺は、ホーディの悪者加減もかなりすごかったけどな。漫画的にも、まあ俺漫画そんな詳しくないけど、なんか、かなり特殊なキャラクターだったんじゃねえのあれって。空っぽの悪だよ、だって。なんでそんなに人間を恨む、何をされたんだって言って、何もって言った時の、え？っていう。怖い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 っていうね、あの空っぽの悪。何もされてねえのに、なんでそこまで恨むんだっていうところの環境が生んだ化け物。空っぽの狂気。いや、あれはかなり怖かったね。あの悪者はね。